作者は今どんな思いを抱いているのか。こちらが作者の諫山元先生。めったにテレビの取材は受けないというのだが、基本的にTBS が10時半から昼帯で N スタとか見て TBS ラジオを聞いて安心しますね。なんかでは一体どんな結末を迎えるのか。いやー、結構アニメでずっと見てたんで終わるのは悲しいですね。僕海外いたんですけど、やっぱ進撃の巨人って海外でもすごい人気なんで寂しい。ここで少し気が早いが、諫山先生の次回作の構想について聞いてみると、予想外な答えが返ってきた。もう妄想してるだけなんで、もうちゃんと納得いく形で終わりたいな。サウナ施設を作りたいなっていう野望があります。サウナ施設を作りたい。はい、もう本当肌感覚で構いません。残り何パーセントぐらいですかね。 6% いや 5% とかですね。残り 5%。 はい、ゲームがありまして、宇宙人が地球に攻めてきて人類がほとんど絶滅して、こういう世界観いいなと思いまして。残り 5%、 諫山先生の進撃はもう少しだけ続く。